どうも、エルザレトでーす。それでは、イーストワードをやっていきたいと思います。さて、休憩ができたんでね、やっていきたいんですけど。まあ、とりあえず、銃もらってっていうところか。あの、緑の豚も気になるけどさ、その神様っていうのもちょっと気になるよね。あ、これは。木の下によくあるやつやね。いたー、ジョン、あそこ早く捕まえて。無理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 。いや、捕まえたところでよねー。あ、いた、意外と近かった。アイテムじゃん。はあ、はあはあ、エナジードリンクね。ちょっと待って、ボスなん？ボスなん？もしかして。まさかまさか。よし、行くか、とりあえずね。ここはどこ？見て、ジョン、あっちに。怪物がいる。おお、ほんとだ。え、マジで、マジで怪物じゃん。おお、やっば。ほら、ほら。おいおい、どうした、どうした。お、そんなもんか、こら。おい、楽勝じゃねえか。終わったー、終わったー。いやー、ショットガン強っ。ん？ジョン、見つけたよ。ほら、あそこ。こんにちは、悪い豚さん。なんか言い訳をしてます。見逃してほしい？あ、なんでわかんの？あんな悪さしたのに？うん、うん。ガールフレンドなの？ガールフレンドなの？どういうこと？でも柵を壊しちゃったんだよ。次はしない？本当に？絶対？ジョン、反省してるってさ。もうやらないって。見逃してあげない？いいか。よかった。まあ、懲らしめたよって言えばね。じゃあね、悪い豚さん。ん？山の洞窟から？ルート37って書いてあるね。そっか、ありがとう、悪い豚さん。いなくなっちゃった。いやー、そのボスの速さは聞いてないわ。いや、めちゃくちゃ余裕だったもんなー。いや、銃が強すぎたんだね。あれ？こっち、道あったような気がしたんだけど。え、ちょっと待って。あ、やっぱ右なんかしらいけるね。あー、でも、なくなったみたいな感じか。あー、まあ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 。お、洞窟、トンネルだ。いや、電気生きてんだね、まだね。入る。おお、急に。また入るの？ここは、なんか気味が悪いね。早くこっから離れよう、ジョン。そうだね。特に何かあるわけじゃない。でも、ベルトコンベアあるし、
謎解きパートっぽいような感じもするよね。いや、でも実験施設か。輸血パックある。とりあえず、行き方怖っていうのと左上の目。気持ち悪い。ってことは左側か。何かの実験施設だね。あ、めっちゃ見られてる。ちょっと待って、まず入ろっか。あー、何かいらっしゃいます。いるねいるね。あ、ってことはこの人起こせる、もしかして。この機械怖い。まあ同意ですね。ここ嫌だよ、ジョン。早く行こう。もう帰ってしまうの？またあなた。ここで何してるの？するべきことをしているだけよ。ここから出たいんだけど、グリーンバーグに帰りたいよ。ここから出たいの？出たいよ。今夜は収穫祭なんだよ。収穫祭。なるほどね。あなたも来たい？きっと楽しいよ。私？そうね。私も収穫に行かないと。意味深やなぁ。あ、いた。この機械動くみたい。白鋭鋼再起動プログラム第53回。予備配数量よし。飛行条件良好。生存サンプル状態。健康状態良好。文明レベル未発達。サンプルレベル不適格。たたり準備完了。たたり？実行まで残り6時間。培養室への通路開放。お帰りなさい、マザー。ん？マザー？これ3のこと言ってるよね。しかも3つ目があって反応したってことや。あの女の子も反応してんのか。これが灰だよな。ああ。なんでってことはさ、このサンプルってこいつのことだよね。適合らしい。しかもさ、たたり、あれたたりによって文明が悪化したんだっけ、一応。多分だよね。開けれるようになってる。行くか。6時間後ね。うわ。人間がここに、珍しい事例です。実に。ブリーダーボットさんね。酸素を吸う人間は見ません。めったに。ふふふ、面白いジョークですね。これは。それにしても何をしているのでしょう、警備ロボは。やっぱ近づけれないようになってたね。おや、もう来たのですか。ブリーダーボットです。私は、工場から出て行きなさい。あなたたち。数日のズレがあります。予定より。必要となります。調整が。もうこんな時間。間もなく開始します。収穫を。早く帰りなさい、村に。大変困るのです。機会を逃すと。収穫。うわぁ、なんか急に雰囲気が変わったね。
あれかな、やっぱ文明破壊されるのがあってタイムカプセルじゃないけど、自分たちが生き残るためにっていう感じなのかな。あと6時間がずっと気になるんだよな。お、まさかの駅だ。出られた。と思ったら、ここか。戻ろうよ、ジョン。宴が始まっちゃうよ。ああ、じゃあこれは今空いてるから通れるけどって感じなんだろうね。何こっち行くと？あ、行けないんだ。ここに繋がんのか。え、マップ的には？おお、全部繋がるって感じじゃないのか。んじゃあ、とりあえず戻ろっかね。ジョン。怪我はない？暗くなると森は危ないわ。今、あの風船豚見つけたよ。本当に？すごいじゃない。もう悪さしないって言ってたよ。言ってた？まあまあまあ、不思議だよね。うん。あの子がそう言ったの。あは、よかったわ。さあ、木芸に行きましょう。みんな待ってるわ。木芸ね。そっか、宴。宴は、どうなんだろうね。何食うんだろうね。物騒なこと言い出すけど。あ、ちょっと待った。ガチャなんか更新されてるかな？いやー、更新はされてないねー。あ、急げ急げー。明日は収穫の日よ。収穫？何それ？実った畑の作物を刈り取るの。その作物が私たちの一年間の食料になる。村にとってすごく大事な日なのよ。それってサニーサイド農場みたい。でも、実ってない作物は、それはどうするの？それは、大抵藁と一緒に燃やすわね。燃やしちゃうの？それでいいのよ。次の年にはその上に新しい芽が出てくるから。ジョン聞いた？かわいそうだね。サンちゃんは心の優しい子なのね。さあ中に入りましょう。宴が始まるわ。めっちゃ肉がある。めちゃくちゃ肉置いてあると、風船豚ちゃんがかわいそうな気がして。あ、ジョンいるね。おー、ユバ。こちらは？ジョンだよ。村長もう忘れたんか。ボケちゃったんじゃないだろうね。ほほほ。そうそう、ジョンじゃった。養豚場では大活躍だったそうじゃな。俺が伝えたわけじゃないぜ。またまた、ずっと褒めてたじゃない。あのジョンってのは大したやつだってね。この人誰よりも喜んでいるのよ。そんな嬉しいんだね。ほうほうほう。結構なことじゃ。さあ、入りなさい。遠方の勇者よ。山の神様に捧げる宴を始めよう。山の神様ね。おい、そろそろあれの時間だぜ。あれか。あれね。いいじゃない。みんな準備はいいか？あ、写真ね。
どれどれ。何何何するの？これはね、すごく重要な儀式なの。集合写真って呼んでるわ。集合写真、何それ。こうやってみんな集まってチーズ様をお呼びするの。チーズ様あーでも文明的にそういうのがないのが当たり前だから不思議なのか。あーこれも神様の一つになるのかもね。それとチーズ様はこの時間を永遠に残してくれるのよ。チーズ様がすごーい。ポーズを決めてもいいよね。ジョン、かっこいいポーズしよう。チーズ様、まだ？いいぞ。だいたいね、気緩んだ時に取られるからね。あ、これ絶対ボーマン邪魔でしょ。いくぞー。はい、チーズ。な、何事じゃ。目が見えなくなった。クラッシュか。今何が起きたの？あの子、爆発させた？そんなの初めて見た。私は知ってるよ。フラッシュっていうのさ。あ、知ってたね。フラッシュ。あの、集合写真がもっと綺麗になるやつね。明るくなるだね。そうさ、山の神様は随分とご機嫌のようだね。ありがたや。ああ、やっぱこれが山の神様になるのか。ご機嫌か。ご機嫌か？すごい意味深。何もかも綺麗だね。ジョン、地上に出て本当によかった。ジョン、小屋に戻ろう。明日もきっとやることがたくさんあるよ。お兄さん。まだいたのか？ここは、いい村だろ。どうだ、ここに残らねえか。みんなあんたのことは気に入っているぞ。ね、いい村だけどね。あ、いないね。会話あるかなと思ったけど。まあ、ね、土地的にっていうか人たちもいいからね、村人もね。この村は本当に心地がいいわね。あれ、私なんで泣いてるの？嫌だわ。きっとお酒のせいね。まあね、地下の時に比べるとみんな優しいからね。ちょっとアイテム見よっかな。バッグの拡張できないのかな。あ、ちょっと待って、9個でいっぱいなんだ。あー、そっか、9個でいっぱいいっぱいか。すごい雨漏りしてたね。よし、じゃあ戻ろっか。ジョン、お手柄だな。あんたと俺でグリーンバーグを守ろうぜ。でもあれな、ボーマンちょっと足悪いんだよね。ジョン、もう歩けないよ。甘えん坊ですね。やっぱ肩車だよね、あれね。じゃん。じゃん。パンティーに間に合ってよかったわ。もちろん、サンちゃんも。それから、ジャスパーも。ずっと言おうと思ってたんだけど、あなた本当にすごいわ。あなたみたいな狩人は見たことがない。強くて、優秀で、ハンサムで。みんなそう言ってるのよ。
私だけじゃなくて。だから私、その、大好き。え？あんちゃんが言っちゃったもんな。風船豚、とんかつ。あれやっぱとんかつだったんだ。ほんとかわいい子。私のこんな可愛い子供がいたら。いやだ、私何言ってるのかしら。忘れないでね。明日の朝、私の家でご飯を用意しておくから。とんかつ。ジョンは何も喋らんからな。お、ハート増えた。急にとんかつ食ったから。それともサンちゃんをおんぶして帰ったからかな。これジョンどこで寝るんだろうね。やっぱ地面ですよね。一日だけだったね。ゆっくり寝れたの。私もう食べられないよ。やっぱなんか動いてるね。6時間後とか言ったけど、いやこれあれか、乗ってきた電車か。でも外装ボロボロだよね。風が止んだね。誰かいる。誰もいないの？また間に合わなかったの？誰？よかった、生きてたのね。生きてたのね。急いで駅に行って。たたりがもう来てる。こっちはダメ。村は今ダメよ。あ、さっきバーンってなった、あれたたりなのかな。村は私に任せて、あなたたちは今すぐ駅へ。時間を無駄にしないで。ジョン、苦しいよ。この子南の森を通ればまだ行ける。早く彼女をおぶるなりして駅に連れて行って。あの子はあれだよね、何章か前出会った子だよね。出会ったっていうよりかは爆弾で爆発した子だよね。急いで、南の森からならまだ間に合う。ジョン、早くまっすぐ行って。村は私が見るから。なんで名前知ってんの。いや、俺が村行く。やっぱダメだな。あー、ダメか。なんか怪しいな。あ、たたりの影響で、キノコが。ん？いや、違う。サンちゃん覚醒してるってことか。どっちだ？
いや、多分サンがか、いやどうだろう。サンちゃん覚醒してるっぽい感じがするけど。でもこれさ、サンちゃん覚醒なら、あれだよね。考えようによってはたたりの一種だよね。この能力。どうなんかな。とりあえず移動。うわー、マジで、たたりじゃん。真っ暗だったね。やばい、これは、急がないと。こっちで合ってんのかな？見て、痛い。リンゴゲッチュ。痛い。とりあえず、行こう行こう。おい、危ねえ。ちょっとサンちゃんも色薄いもんな。あの子たちはどうなるんやろ。いや、大丈夫か。洞窟まで来たが、もう通れるようになってる。それは邪魔それは邪魔、君まあそうだな、銃で飛ばせないのがな。ちょっと焦る。やばいやばいやば。下か。もうそのまま行くんか。挟まっちゃって。かわいそうに。急げ急げ。おお。弾薬が足りません。はい。弾よこせ、弾。よーこ。ミスったね。絶対ミスったね、あれね。完全に積みましたね。痛い。マジでめっちゃ痛いじゃん。ちょっと待って、ちょ。これ食べて。一応耐えれるんだね。行くんかい。ちょっと待った。ドーナツも食べとこう。ちょっと合ってん。これどういくのが正解だったの。いや、いや、あれやっぱ下行くのか。いや、初めてゲームオーバーだ。コンティニュー。
マジかドーナツコーヒーで甘はっといて、そうだね、やっぱこっちだね。はい。村のみんなどうなんだろうね。こんなん生存できんよね。あーでここ通れるようになるんだ。なるほど。収穫ってでもそういうことか。あいつらあの機械の仕業だよね絶対ね。あでここに来るわけか。ここで終わりかしら。なかなかね。今度は私の番よ。私の番。真っ赤になった。新鮮な空気。こうやって動くの久しぶりだわ。エネルギーブラストを習得。中押しで3の能力を発動する。エネルギーブラスト。おーおお。違う、そういうことじゃない。連れていくのはいいんやけど、どういうこと、どういうことですか。マックス貯めて、はい。え？ちょっと待って、どういうこと？貯めました。こっちか。出てきなさい。あーやっぱ繋がってんだ。まずは始まった。準備ができました。すべての。始まっています。収穫は。グログロとした匂い。懐かしいわ。出発よ。はい。こいつも連れて行って。はい。収穫ってことなの？もういい、下がってて。けれどマザー、もういい。こっから先はあなたの出る幕じゃない。はい。
あ、ジャスパーは生き延びてるね。私戻るわ。みんなを助けないと。諦めて、あそこにはもう何もない。あっち行ってよ、この山賊チンピラ強盗。いや、助けてもらったんでしょ。好きに呼べばいいわ。とにかく二人を電車に乗せて、今なら間に合う。二人って？サンちゃん、ジョン。無事だったのね。でも、あんたは？逃げないつもり？私はずっと逃げている。うわー、下がもう、たたりに覆われてるね。うわ、真っ黒になった。列車が加速していく。闇の中、信号から一筋の赤い光が流れる。たたりは疲れ知らずの登山家のように斜面を這い上がっていく。工場が動き始めたのだ。グリーンバーグはもうすぐ新しい住民を迎えるだろう。悪夢。いや、ほんとそれだね。ってことは、作られてた人間は、いや、だってあれだもんね、空気を吸ってる人間自体が珍しいって言ってたから、あれかもしれん。さっきまでいた、グリーンバーグにもともといた人たちはみんな、人造人間ってことになんのかな。でもそういうことだよね。あの施設がホームクルスの製造工場みたいな感じだったから。そういうことなのかな。でも何かしらのエラーが出て作り直しみたいな感じなんだろうね。はい。ということで、今回ここまでとなります。ちょっとサンちゃんの中身のマザーか。マザーもちょっと気になるけど、新しく出てきた男の、女性か。女の人のキャラも気になるし、ちょっと謎が多いんで、また次回楽しみにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。まあ、よければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。